はい、皆さんこんにちは、こんばんは。くすみがきふわり社員でございます。今回の動画はですね、先日こちらの動画で靴博2021に行ってみたっていう動画を出したんですけれども、その靴博2021で買ってきた革靴を今回紹介していきたいというふうに思っています。で、今回買ってきた革靴はクルーガー&ブレントっていう伊勢丹さんが別注した渾身のコスパ靴ということで、非常に楽しみなんですけれども、早速ちょっと開封していきたいなというふうに思います。それでは早速開封していきましょう。はい、ということですね、こちらの青い箱があるんですけれども、これをですね、早速ちょっと箱開けていきたいと思います。で、箱開けるとですね、あ、こんな感じでなんかバービックっていうあの紙が出てきましたけれども、こちらのクルーガー&ブレントっていうのはバービックの工場で作られてるみたいで、まあ、実際靴の木型もですね、バービックのものと同じものがですね、あの使われてるっていうことなんですけど、なのでバービックが作ってるっていうことで、結構革靴の質はいいのかなというふうに思いますけれども、まあ、どんな感じなのかっていうのをこれからですね、開封していきたいと思います。で、一応こんな感じで、シューズバッグですね、これがなんか寝る生地みたいな感じの、結構起毛したふかふかしたような、シューズバッグがついてますね。で、これの白い紙を、取るとですね、あ、こんな感じで、今回買った革靴はですね、プレントゥの、タイプの革靴なんですけども、こちらが出てきました。で、もう片方のやつも出していきます。こんな感じのですね、プレントゥのタイプの革靴になるんですけども、一応これがですね、あのアッパーの革に関してはアノネーの革が使われていまして、アノネーのラバトっていう革がですね使われてるみたいなんですけども、まあ、結構革の、キメもですね、まあ、そんなに、まあ、細かくもなく粗くもなくっていう感じの、まあ、革ですね、まあ、革が使われてるんですけれども、まあ、一応そんな感じですね。で、ウェルトが、ストームウェルトが使われてまして、でこれがですね、この先端から、ぐるっと、ヒールの、部分までですね、全周使われているような感じになっております。で、ここで継ぎ目があるような感じですね、まあ、こんな感じになっています。で、こちらはですね、おそらくシングルソールの、レザーソールの、革靴になってるんですけれども、一応こんな感じの、デザインですね。で、ここのですね、外バネの部分っていうんですかね、この外バネの部分が結構なんか肉厚で、少しこう印象があるような感じが、しますね。で、まあ革自体も結構まあ肉厚の革が使われてるかなっていうのは思うんですけれども、まあ結構そうですね、あのいい感じの革が、使われてるかなと思いますね。結構もちもちしてて、おそらく磨きがいがあるような、革が、使われてるかなというふうに思ってます。で、今回のクルーガー&ブレントの、一段の目玉はですね、こちらのソールですね。このソールに、ジョー・レンデンバッハっていうあのドイツのレザーソールメーカーがあるんですけども、その、レンデンバッハのレザーソールが、まあ、使われていて、で、かつ値段が税込みで 26,400円ということですね、まあ。かなりコスパがいい革靴なのかなっていうには思ってますけれども、そんな感じですね。で、一応こちらのサイズが7ハーフってなってますけれども、なんかあの、結構作りが少し大きめみたいで、普段自分は9とか8ハーフの革靴を履くことが多いんですけれども、今回はまあ7ハーフということで、まあ、少し大きめな、サイズ感になってるかなというような感じですね。で、まあこちらに、まあ、JR って書いてありますけども、鉄道会社の JR じゃなくて、ジョー・レンデンバッハのまあ JR ですね。まあ、その、JR のロゴが、まあ、使われているような感じになってます。で、バービックの工場で作られているっていうのもあって、まあ、ここにメイドインスペインって書いてありますけども、まあ、スペインで作られた革靴っていうのが、まあ、これでわかるかなというふうに思います。で、ここで少しジョー・レンデンバッハについて説明していきたいと思うんですけども、一応これあの、レザーソールになってまして、このジョー・レンデンバッハってあの、ドイツの会社なんですけれど、もともと1871年に創業されていて、あの、イギリスのダイナイトソールで有名なハルボロラバーっていう会社があるんですけど、そのハルボロラバーが創業が1894年なんで、実はハルボロラバーより古くからやってるソールメーカーみたいですね。で、オークバークっていう木の、タ
タンニンを使って舐めされてる、まあ、最高級のレザーソールと、まあ、食材として、まあ、結構まあ有名なソールで、他の革靴でいうとあのハンガリーのバーシュとか結構高級な革靴メーカーのレザーソールとして採用されてることが多いと思います。で結構バーウィックも自分のところであのなんかレンデンバッハのレザーソールのなんか加工ができる、まあ、工場ってことで、まあ、結構有名なんですけど、おそらくそういう風なメリットがあるってことで、おそらく伊勢丹さんがバーベキューの工場で、まあ、作るってことを多分選択されたんじゃないかなと、まあ、思いますけれども。でやっぱりあのこの常レンデンバッハのレザーソールって結構その耐久性が高いっていうので、他のメーカーからも採用されてることが多いと思うんですけど、実際またこの革靴を履いてですね、どれぐらい耐久性が高いのかっていうのはちょっと今後の動画でまた検証していきたいなというふうに思ってます。でもちろんバーウィックの工場で作られてるっていうのもあって、まあ、グッドイヤーベルト製法でまあ作られてるような、革靴になってます。でもロゴに関してはこんな感じで、ここにですねクルーガー&ブレントって書いてありますけれども、ファイネストジェニュインレザーシューズということで、まあ、高品質な革靴ですよというふうな感じの記載かなと思います。で一応まあこっちの方にもまあメイドインスペインっていうような表記があって、こっちの方に型番が書いてあるような感じですかね。で、まあ、結構まあ見てるとですね、まあ、まあ木型によるんですけれども、まあ、ここのですね土踏まずの絞りが、まあ、そんなに深くはないかなとは思うんですけれども、まあ、結構綺麗な形の革靴になってるかなというふうに思います。で結構個人的にはこの、前周がですねやっぱこうストームベルトで、あるんで、結構カジュアル寄りにも、ビジネス寄りにも、両方使える、デザインの革靴になってるかなと思ったんで、今回はこちらを購入してみました。で今後ですね、あの履き始める前にこのつま先にヴィンテージシールなんかをつけて、あの補強した上であの履き始めたいなというふうに思ってます。結構まあ王道なデザインで、あの履きやすいかなというふうに思いますけれども、で全体的にはですね、こんな感じで、まあ、これが、トゥーの部分ですね、トゥーの部分がこんな感じになってて、おそらく芯材がまあこの辺まで入ってるような、感じになってるかなと思いますね。で逆サイドはこんな感じで、で、ヒールの部分がこんな感じになってます。おそらくこっからこういう風な感じで表面磨きしていくと結構綺麗に仕上がるんじゃないかなと、まあ今の時点では思ってますけどね。一応こんな感じのデザインの革靴でございました。はい、ということですね、今回の動画いかがでしたでしょうか。今回はですね、革靴2021で買ってきた伊勢丹さん渾身の革靴だと思われるクルーガー&ブレントっていうのを実際に買ってきましたので、その革靴のレビューをですね、してみました。まあ、今回の靴箱は結構、まあこういったクルーガー&ブレントの他にも前に公開した動画でも説明してましたけれども、結構コード版で作られた革靴っていうのがですねメインになってたかと思いますけれども、まあ、今回あのこのクルーガー&ブレントっていうのが、まあ、結構コスパがいい革靴っていうことと、あとレイマーの革靴もですね、まあ、かなり人気があったかなというふうに思います。もともと店頭で販売されてたのと、伊勢丹さんのオンラインショッピングでも販売してたんですけど、もうすでに完売になったりみたいなんで、おそらくもう手に入んないんじゃないかなと思いますけれども、まあ、今回これを変えてよかったなというふうに思います。でこの革靴をまた今度ライブ配信かなんかですね磨くっていうような企画もやっていきたいと思いますので、またライブ配信で磨く時があったら、あのぜひ見に来ていただければと思います。はい、ということですね、今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画ですね、少しでも参考になったなとかためになったなと思っていただいた方は、ぜひこちらの動画に、いいねボタンを押していただいて、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録ボタンと横にあるベルマークも一緒に押しておいていただけるとありがたいです。コメントがある方はコメント欄から教えてください。インスタグラムとツイッターもやってますので、下の概要欄からぜひ見てみてください。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。しも何かしら示す。